ワンピース海賊無双4だ。うまくいくといいわね。国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。テントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぜ、案内します。東の港に船があるからそれで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー牢、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。
奴隷、運はもう尽きたのか、試させてもらいやしょう。全力で。ルベッカー！ルーシー、よかった、私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。キュロスがいる丘までの道を俺が作る。邪魔な奴を倒したら、あとは自分で行け。わかった。君はどこへ？何？これでは脱出の準備を進めよう。まずは海軍の動きを鈍らせよう。物資を破壊すれば、奴らは必ず混乱する。僕は物資の場所を聞き出すとしよう。見かけられたら面倒だな。仕方ねえ、この連中も倒しとくか。ロケットブレインダフルテレフォンさっさと戻ってこい。ロケット、よし、これで邪魔な奴は片付いた。それじゃ
行ってこい、レベッカ。うん、ありがとう、ルーシー。レベッカ、嘘つかないでよ。私、どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。嘘つかないでよ。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよ、お父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。おめえ、もう手前に引っかかるんじゃねえべよ。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。燃料が切れそうだ。この辺で補給しておくか。油断した。物資はどこに置いてある？素直に吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるからこれ以上攻撃しないでくれ。海軍、この程度の人数じゃ俺のバリアは止められねえべよ。なんだと貴様。油断したな。よし、まずは一つ破壊完了だ。おい、俺たちの物資がないぞ。これは一体どういうことだ。教えるんだ。これ以上切られたくはないだろう。物資はあそこだ。これでいいんだな。そろそろ任務に戻らねば。
僕にこんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。おお、順調だな。油断したな。海賊との命、物資はあそこだ。軍旗に反する。張り合いがないな。さあ、いいな。賞金首のサイボーグ、フランキーだ。捕らえろ。我々の補給物資を死守するのだ。すべて破壊して海軍を動揺させるぞ。順当に進んでいるらしい。
できる。物資はあそこにあるぞ。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。行くか。逃げるとすりゃ東の港か。足も急いで向かいやすかね。足がつくまでの間、海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうか。トレインダフルー！そりゃあ！俺たちが港へ行けば、あの瓦礫を止められるんじゃないか。でも、この辺りの道は塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。俺たちの悪運がありゃ大丈夫だ。さっさとトントラこいちまおうぜ。おい、バルトロメオ、僕より目立つな。僕のものだ。そんなこと言ってる場合じゃねえべよ。まったく油断したままなキャベツだべ。観念しろ。助かるぜ。ありがとよ。お前、僕より目立つんじゃない。その派手な見た目、早く船にしまえ。ミルクルー、ギガンテスト、ストーン、踊れや。立てちゃう。おースパッ。やろうとも目標地点まで一目散だ。のためにやってるわけじゃねえぞ。うるせえな。わかってるよ。
大将殿、港に市民が押し寄せています。このままでは瓦礫が市民に。なんだって、そりゃいけねえ。君は命の恩人だ、ゴッドウソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。やっと通れるようになったか。次行くぞ。なんとかお守りできたね。あとはルフィ先輩だけだと思う。どこだべか。万に一つ逃げたとして、その先に未来はねえ。せめてあっしが地獄へ案内いたしやしょう。賭博のおっさん、大将だからって俺は逃げねえ。も我慢して立場貫いてんでさ、村人モーク麦わら。こりゃ感
情に怒りのかけらもねえ。みんながお前さんを助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。いいわね。